出題内容が昨年出題した英語試験問題の大問3、4、5と同一であったという出題ミスが発生しました。これやってんなって感じですね。わざとじゃね、出題者が手を抜いたとしか考えられない。広島大学、これは笑ってしまいましたけど、優位になったから全員を正解にすればいいってよく言うんですけど、そういう問題じゃないんですよ。ハローで始まりました、マテチャンネルです。さあ、今回ですね、いやー、これはもう怒ってますよ、さすがにね。こんなのありえるんだなっていうですね、出題ミスが2021年起こりました。まあ、毎年ね、必ず何かしらのね、出題ミスはあるんですけど、こんなん聞いたことないですよ。どうやったらこんなことが起こるんだっていうのがね、出てきましたんで、そちらについて話したいと思いますね。さあ、日大芸術学部ですね、やってしまいましたねというか、謎です。一体どうしてこんなことが起こったのか。はい、この度令和3年2月16日火曜日に実施いたしました一般選抜 A 個別方式第1期英語試験において5つの大問のうち3、4、5の出題内容が昨年出題した英語試験問題の大問3、4、5と同一であったという出題ミスが発生しました。おい、どういうことだね、ありえなくないですか。で、これどういう問題なのかっていうと、長文問題ですね。3がで、4が会話ですね。会話の中の穴埋め、そして5が長文中の穴埋め、5を埋めていくやつですっていう出題形式なんですよ。ですね。まあその他1、2は文法問題なんで、いや手抜きにも程があるでしょう。で、試験開始直後にその事実が判明したため、試験を即座に中断し、英語の新たな問題冊子を配布し直し、当初の試験時刻を1時間繰り下げた上で再開、終了いたしました。どういうことだ？あったの別の問題が。予備問題？それともミスでちゃんとした問題っていうのが用意されてたってことなの？でもね、謎なのはね、その続きなんですよ。しかしながら、新たに配布し直した英語の問題冊子にも、昨年出題した英語試験問題と重複していた設問があることが終了後に判明しました。重複内容は以下の通りです。設問1の1が昨年の1の7と重複。これ正誤問題ですね。で、設問2の9が昨年の設問2の14と重複。これ空所補充ですね。で、設問2の10が2の15と重複。空所補充ね。で、12の11が昨年の問題、2の16と重複。これやってんなって感じですね。わざとじゃねっていう感じ。わざわざ一番最初の問題に持ってきてるし、大問にも、これ9っていうのが一番最初なんで、9、10、11で1、2、3番に来てるわけですよ。で、しかも14、15、16って順番通りでしょ。これやってんな。で、さらに精査したところ、令和3年2月9日に実施いたしました、一般選抜 A 個別方式第1期英語試験においても、昨年出題した英語試験問題と重複していた設問があることを確認しました。設問2の9が2の11、設問2の10って、これだから同じなわけですよ。またこれ一番最初の問題と2問目になってるわけですね。わざとでしょ。出題者が手を抜いたとしか考えられない。対応を検討した結果、気質の問題を知っていた一部の受験生のみが優位になり、試験の公平性が保てないため、重複していた問題に対して受験者全員正解として扱わせていただきます。なお、配点は1問につき3点です。受験生並び関係者の皆様、多大な迷惑をおかけしましたことを深く申し上げます。今回の事態を重く受け止め、出題方法についての見直し等を図り、ミスの防止等を強化し、再発防止に努めてまいります。ダメでしょ。そう、これ毎回なんですけど、優位になったって言うけどさ、優位になったから全員を正解にすればいいってよく言うんですけど、そういう問題じゃないですよね。だってその設問に時間めちゃくちゃかけてる人はどうなるんだってわけですね。その時間は返ってこないですからね。それもう知っててイエーイっつって解いた人と、何にも知らずに一生懸命解いてた人だったら、他の問題に使える時間変わっちゃいますからね。だから公平性もへったくれもないわけなんだけどね。でもそういうこと言うといいんですよ。日大ぐらいでってれ別に解ける問題ですし、そんなん関係ねえじゃんなんてね、言う人もいると思うんですが、はい、日大だけではありませんね。他にもね、様々な出題ミスが出てまいりました。大阪大学ね、科学の答えが同じ問題冊子の生物に載ってたと。なるほどね、冊子。まあここまで確認しないかっていう感じかな。
で、物理、化学、生物から選択するが、3つの科目は同じ冊子に閉じられて出題されたと。DNA の構成要素を記述させる問題の回答となる単語が、生物の問題文中に記載されていたという。で、受験者全員を正解と。なるほどね。でも読まなくない？生物のやつ、見るんですか？大阪大って、もし理科2科目解くってなったら、そうね。見るか。まあね、トイックでもよくあることなんですね。まあまあ、ほぼ毎回というか、まあまあ毎回だろうね。他のパートに答えが載ってるっていうの、トイックいつもあるんですけど。まあ、大学入試だとね。そして、まあ、似たようなものが広島大学。これは笑ってしまいましたけど、二次試験のここの問題で、政党を問題冊子内に掲載するミスがあった。カタカナの挿入を漢字で書かせる設問で、同じページの図の説明文に挿入と記載していた。なんていうやつ。全員正解。なるほどね。まあ、これはよくあるよね。なんか、高校入試でも窓っていうのがよく出たりするんですけど、そこで窓って漢字をこうやってね、探したりとかってあったりしますよね。県立広島大でも、県立広島大は生物。課題文を読み、ゲノム、染色体、遺伝子の違いをそれぞれ30字内で説明させる問題に、課題文に染色体の記述がなかったと。別の課題文も含める必要があった。それやばいでしょ。って訂正した上、どうやって訂正したんだろう。試験時間を延長したと。担当者は措置は適切で受験生に影響は出なかったとして、これがわかんないんですよ。出なかったって証拠出せないでしょっていうね。はい、続いて岡山大学。これはね、結構大きいミスだったよね。科学の問題でしたよね。問1に答えが2つになっちゃうんですよね。計算方法によっては1の正解を2つ導き出せることが分かったと。さらにその正解の1つでは2の正解が選択肢なく回答ができなくなるということが分かったと。それダメですね。1については2つの正解のうちいずれかを回答している場合に正解として取り扱います。2については受験者全員を正解とし、受験者に不利にならないように配慮します。だからこれが不利になっちゃうわけですよ。当たり前ですけど、だって片っぽでやった方は、あ、これだ答えってなるけど、もう片方をやった方は答え出ないで時間使ってるわけですからね。そう、だからこれはその全員正解にしたものが本当に OK なのかっていうのはあるわけです。で、逆もしかりで、一生懸命答え出して正解を出した人もいれば、全く何も考えないで無視した人もいるわけじゃないですか。その場合、無視した人はそこに全然時間取ってない。一生懸命正解を出した人も同じ正解になっちゃうわけですからね。だから正解が出なくて苦労した人、時間をかけてね、正解を出そうとして苦労した人、時間をかけて正答を導き出した人、時間も何にもかけないでそのまま白紙でも正解になった人、どこが平等なんだって話なんですよね。まあ、どうしてもね、怒ってしまうことではあるんですけど、やはり注意が必要だなって思いますね。まあ、さすがに二次大のものはおかしい、怪しい、なんかやってんなっていう印象ですね。問題作るのめんどくさいから同じの使っちゃおうってやってたんじゃないのって思っちゃいますよね。さあ、皆さんはどう思いますか？まあ、さすがに、あーってなりますよね。うわー、怒りが込み上げてきてると思いますが、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございます。Thank you for watching. 人生かかってる受験生にとってこれはないでしょう。